R6 さん、上司のパワハラでうつが悪化し、あらら。2週間休職することになりましたが、毎朝パワハラがフラッシュバックしてしまう、気分が下がってしまいます。なんかそういうのあるらしいね。フラッシュバックするっつうよね。立ち直るコツなどありますでしょうか？ご助言をお願いします。だって。いや、もう助言なんか俺ができることなんかマジでねえけど、まあそんな状態の人に、まあ、俺だったら本当にそんなストレスを抱えて上司からの命令を聞かねばならぬ、理不尽であっても耐えなければならぬみたいな場所にはいませんよね。俺だったら。いないからここにいるわけで、こういう仕事を選んでるし、で、スポーツの能力とかいろんな知識とかそういうのを高めて、そういう、なんていうの？人に雇われて、まあ、上司みたいなのをあてがわれて、その人の指示のもと仕事しなければいけないとかっていう作業じゃない方が俺は生きると思ってこういう道に進んでるんで、それが本当に、まあ同じ上司のもとでもね、精神的にうまくやってる人もいるだろうから、そのね、問題のある行動があるんだと思うけど、やっぱり向き不向きが多分あると思うし、人との相性もあるから、R6 さん本当に上司がね、パワハラが鬱になってっていう訴えをして、きちんと対応してくれるようになるのが一番だとは僕は思いますけど、まあ僕だったら、多少もう嫌だなと思った時点で俺だったらもう辞めちゃいますし、はい、で、同じぐらい給料もらえる仕事を自分で、はい、3年ぐらいかけて、作ります。何としてでも。はい。で、自分の仕事でこんだけ稼げるんだから別に会社行く必要ないよねっていうふうに俺だったら思うと思います。はい。だから3年間とか我慢して仕事するぐらいだったら、その間に自分の事業を立ち上げちゃいます。それが俺にできる唯一のアドバイスかな。申し訳ないけどな。本当そうなんだな。